はい、どうも、ゆうたです。まあ今日もね、プロスペースやっていこうと思うんですけど、まあ炎上についてのね、動画を、先日上げまして、その次の動画をこのプロスペースの動画でいいのかなってのはちょっとね、若干考えたんですけど、まあ今、この後にやっていくネタってのもまだ考えてないってのと、まあちょうどイベント報酬で OB 契約書、まあ S ランクの OB 契約書っていうのをゲットしたんで、今回の動画は、そちらを引いていこうということで、やっていこうと思います。はい、今回引いていく契約書なんですけど、こちらですね、Sランク OB 契約書括弧第1弾と。はい、じゃあ選手見ていくんですけど、まあ、今回もね、いい選手が結構多かったっすね。まあ、まずカープの前田智則選手。もう自分好きすぎてユニフォーム持ってるんですけど、着ずに実家に保管してるんですけど、ミート A、パワー B、アーティストと。はい、でね、センター、ライト両方守れるっていうのがまた、いいですね。アベレージヒットアーティスト、チャンスと。で、3割3分5厘24本塁打ってことで、結構エグいですね。はい。で、次が阪神の真由美選手。ミート A、パワー A と。で、結構ね、ポジションいろいろ守れるという感じですね。で、この特殊能力で、まあ、一番下、一番丸って書いてあるんですけど、3割2分2厘34本塁打の一番バッターです。うん。やばいですね。一番バッター34本塁打。はい。で、三浦大輔選手、B、A、A と。はい。まあ、このね、スローカーブ101キロっていうのがまたいいですよね。ピンチコントロール尻上がりと。うん。で、12勝9敗防御率が、まあ、2点台と。うん、いうことですね。はい。で、原辰徳選手、B、A で、まあ、アーティスト。うん、自分今ね、サード長嶋さん使ってるんですけど、2年前の長嶋さんなんで今ね、スピリッツだいぶ下がってて、サード探してるんで、このね、3割32本、うん、原さん出たら、使っていこうかなと思っております。はい、で、川上健進選手、B、A、B と。うん。でね、メジャー経験もあって、まあ、こんだけ変化球もいっぱいありますし、コントロール、打たれ強さ、まあ、尻上がりと。うん。で、17勝7敗、防御率 3.32 という感じです。はい。で、広沢選手、ミート A、パワー B、でアーティストを持ってて、結構これも守備いろいろ守れますね。広角打法、アーティスト、チャンスと、うん、いろいろ特殊能力もあって、3割25本塁打。うん。いいですね。なかなか能力が高いかなと思います。はい。で、荒垣選手、A、D、B と。このね、バニッシュボール。このバニッシュボールがなんか、リアルタイム対戦だとすごい使えるっていう話も聞いたんですけど、また最初にキレ、あれだなと。はい。13勝5敗、防御率 3.01 という感じになります。はい。で、デニー選手、9位 B、制球 C と。うん。でね、まあ、抑えもね、できるっていうのがまたいいかなと思っております。ピンチ、奪三振、アルダマと。はい。セーブがね、12セーブで防御率 2.03 っていう形になります。はい。鉄平選手、ミート A、C、B と。はい。そうですね。外野全般守れました。アベレージヒッター、チャンスメーカー、満塁男と。3割2分7厘。うん、なかなか打率高いですね。で、ホームラン12本と、いう感じです。はい。はい、来ました。今回正直、能力的に一番欲しいのが、この自分、中村のり選手ですね。アーティストと。で、まあ、さっきも言ったんですけど、サードいないんでね。で、サード、B ありますし、アーティスト、広角打法、チャンスと。はい。いいですね。3割2分で46本で、打点なんか132っすからね。ぜひね、正直一番狙いは今回中村のり選手かなと思ってます。はい。で、新庄選手、B、B、B で、守備、A あると。はい。肩がね、S です。92。で、まあ、プルヒッターチャンス、左投手と。はい。3割ギリいってないですけどね、ホームラン24本塁だと。はい。まあ、メジャー外離1年目の年の、新庄選手ですね。
で、はい、ラスト、佐藤崎選手、C、B、D の。はい。まあね、キャッチャー B やって、いいですね、B、C、B あるんで、捕手、広角打法、意外性と、いう感じになってます。はい。まあ、17本塁打と、まあ、打てる捕手として、活躍していた、時の里崎選手なんで、いいんじゃないかなと思います。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、今回の一番狙いは、こちら、中村のり選手。っていう感じですね。はい。パワー85ありますからね。まあ、本当に今、サードを探している状況なんで、中村のり選手狙いで、今回契約書の方を引いていこうと思います。はい、じゃあ早速 S ランク OB 契約書第1弾引いていきます。まあさっきも言ったんですけど、狙いとしては中村のり選手ですね。はい。うん。めっちゃ静か。ま、S ランク、OB は確定なんで、誰だ？おー、荒垣選手。はい、あれですね、バニッシュボール。バニッシュボールの荒垣選手です。はい、じゃあ、能力見ていきましょう。まあ、さっきもね、軽く見たんですけど、A、D、なんだったっけ？ C だったっけ？ B だったっけ？はい。で、バニッシュボールですよね。で、球種もね、ツーシーム、フォークもあって、結構、変化球多いし、ストレート156キロと。うん。で、奪三振、キレ、あれだまと。はい、いう感じですね。13勝5敗、防御率 3.01 と。まあ、奪三振151ですね。はい、こんな感じです。はい、ということで、今回は、荒垣選手、ゲットすることができました。バニッシュボールっていうのが、リアタイとかでね、結構使えるんじゃないかっていうのね、まあ、聞いてますんで、ちょっとね、リアタイとかで試してみようかなと思ってます。まあ、全然ちょっとね、話変わるんですけど、全然リアタイしてなかったんですけど、このオフシーズンに入ってから、ランク戦リアタイのランク戦かっていうのをちょくちょくやって、最近やっと、ゴールドランクに上がることができました。まあ、若干前よりはリアタイちょっと上手くなったと思うんで、視聴者の方とリアルタイム対戦する企画っていうのをやっていくかもしれないんで、その時はまたよろしくお願いします。はい、これからもプロスペース頑張っていきましょう。ありがとうございました。やってもらいたい企画とかあればぜひコメント欄よろしくお願いします。